皆さんこんにちは。安藤茶道生活へようこそ。実は昨年の秋、東京の新宿御苑でお茶会を開催いたしました。その時の様子をほんの少し皆さんに紹介したいと思います。新宿御苑は皇居外苑や京都御苑と同じく環境省が管理する国民公園です。もともと皇室の庭園だった場所が一般公開され、現在は観光客にも人気の観光スポットとなっています。新宿駅にほど近い場所に位置し、大都会の喧騒から一歩足を踏み入れると緑豊かな自然が広がります。その中でもひときわ静かな佇まいの茶室、楽雨亭にて茶会を開催いたしました。茶会の名称は終焉画集茶会。画集のコンセプトで教養に満ちた茶会を繰り広げたい、そんな思いを込めました。では茶会の様子を見てまいりましょう。お客様は昇天亭の建物で受付を済まされた後、楽雨亭の建物へと移動します。楽雨亭では2つの茶席と1つの鉱石を設けました。広間の茶室では私アンが席主を務めます。これまで紹介してきた茶事と茶会はどう違うのでしょう。本来は同じ意味を持っていました。現在茶会というと、ご覧いただくように多くの方を一堂に招き、茶事での炭手前や茶会席を省略してお茶とお菓子だけでもてなすことが多くなっています。フルコースの茶事に対し、略式の茶会と思っていただけたら良いかと思います。そのため茶道未経験者の方でも気楽に参加ができます。いやいや、そうは言っても不安だわという方、ワンポイントアドバイスがあります。それは座る位置を気をつけることです。茶事でも茶会でも正客と呼ばれる茶席をリードする役目を持っている方がいます。その方は席の一番前に座り、お客様を代表して席主に挨拶をしたり、茶室内の室内や使われているお道具を尋ねたり、茶席を盛り上げる役目を担っています。正客の位置がわからなければ最初と最後に座らないことです。間に入ってちょこんと座り、肩の力を抜いてお茶とお菓子とその場の雰囲気を楽しみましょう。何回か体験すれば慣れるものです。さて、お客様全員がお茶を飲み終えると、本日使用したお道具の拝見となります。茶会ではその時々のテーマや趣向に合わせた道具組を用意します。その意図を見つけ、理解し、めでることが実は茶会の一番大きな楽しみと言えます。次は駒の茶室に参りましょう。こちらでは宗和流の浜崎宗成さんが席主を務めてくださいました。先ほどの広間では畳の上で湯を沸かす風呂のスタイルでしたが、こちらのお席は畳の下で湯を沸かす炉のスタイルとなっています。茶道では半年ごとに湯を沸かす釜の位置が変わります。5月から10月の暖かい時期にはお客様から火を遠のけ、11月から4月の寒い季節には火を近づけます。お客様への心配りです。10月の最終日の今日は、風呂から炉にバトンを渡す形で季節の移り変わる瞬間を感じていただきました。他にも季節で変わるものが茶道には多くあります。その仕掛けも多岐にわたっており、それを見つけたり感じ取ったりするのも大きな楽しみかと思います。仕掛けといえば、道具の見立ても茶道の心にくい演出です。このお席ではカクテルを作るシェーカーに蒔絵を施したものが花入れに使われていました。この発想力と美意識、素敵ですね。流麗席の方では
志野流香道の高山真由美さんにお願いし、香石を持っていただきました。香道は天然香木の香りを聞き、そこに和歌や文学などの古典を結びつけて、さらに遊びの要素を加えた日本独特の伝統文化です。香の歴史は仏教と共に伝来し、仏前を清める儀式の中で使われてきました。平安時代に入ると貴族の間で香はおしゃれやたしなみの役割を持ち始めます。鎌倉時代には武士の中に広がり、戦の前の高ぶる気持ちを鎮めるなど、香に精神性が求められました。やがて室町時代の東山文化が栄えた頃には、香道として一定のルールや作法が定められます。その香道には、聞香といい、香を焚き、鑑賞する楽しみ方や、組香と呼ばれる複数の香りを聞き分ける遊びがあります。今日は数百種ある組香の中から、三石香を皆さんに体験していただきます。三石香は三つの夕暮れの香りと書き、新古今和歌集にある秋の夕暮れを読んだ三首の有名な歌にちなんでいます。その三首の歌に合わせた三つの香を聞き、香りを当てていくのです。三石香の遊び方と三首の和歌は概要欄に記しておきますので、詳しくはそちらをご覧ください。香道で使われる天然香木は人工と呼ばれる大変貴重なもので、人間の手で作り出すことは難しく、50年100年または数百年の歳月を経て自然界の営みの中で偶然に生み出されます。さて、香りを聞き分けることができたでしょうか。目で見ることも触ることもできない香り、それを記憶に留めるには雑念を取り払って感覚を研ぎ澄ませる必要があります。中国北宋時代の書家で文豪で香精と称される香庭乾が書き残した香の本質や香の効能に関する思想をまとめた香の実徳があります。その中にも、香は心身を浄化し感覚を磨けるとあります。組香は香りを当てるゲームですが、勝ち負けなど気にせず香りを楽しみ、感覚を磨き、古典や創造を楽しむ、それが一番だと思います。皆さん、いかがでしたでしょうか。お茶会に行ってみたくなりましたか。最後は裏方の水屋の風景とともに締めとさせていただきます。映像で紹介しきれなかった部分は概要欄に記しておきます。興味のある方はどうぞご覧ください。今年も秋に都内でお茶会を開催します。機会がありましたらぜひ足をお運びください。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。